どうも、キスクです。ということで本日はラベンダに全開アビリティ乗っけて使っていこうと思います。はい、まあ多分ね、ライバル中パーティー絶対新しく追加されたヒットとか、まあ、前回覚醒したカリフラとか使った方が確実に強いのは分かってるんやけど、やっぱりちょっと気になる。うん、でこいつ自身特殊アーツ打てば 100% で毒、付与できるし、で毒なってるキャラクターに対するダメージも上がるんで、まあ、全開アビリティ乗っけたらほんまに化けるんじゃないかなと思ってるんでね、うん、ちょっと気になったんで使っていこうかなと、思います。はい、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。スーパーサイヤ人パーティーかな。はい、お願いします。まあこういう感じか。紫入ってないもんね。多分まあバーダック、ブロリー、ゴジータやろ。うん、そうね。まあその色に対して結構がっつり使えてるんで、てか絶対こういうさ、スーパーサイズに対してカリフラ出していくべきやんね。間違いなく。それは分かってんだけどな。おい、ナイス。これは特殊アーツで 100% 毒。 OK、 一応ね、射撃タイプなんだよなこいつ。あー、マジか。くそ、やらかした。まあでもトッポがいれば受けキャラとして成立してるんで大丈夫なはず。はい、いやー最速か。なんやそれ、マジか。ライジングラッシュ溜まってない。なるほど。ふう、邪魔だ。それずりーよなー。いやー全然ダメ。火力高え。おい、トッポが。トッポの皮が外れちまう。マジか。すげえ火力高え。通常で押さえといて。あー、マジか。これよくないね。腐るぜ。もう一枚こうへんか。あー、でも落ちる。ありがてえ。よし。無理やり言ってやるぜ。いや、これでまあもう分からんくなったね。よっしゃ。いや、これライジング読まれとったらマジ終わってた。おわちゃん。ああ、もう何やってんだマジ。まあでも気力奪ったからライジングラッシュしかないんじゃない。よし、勝ちかな。はい、あざした。はい、マッチングしました。損失族パーティー対戦やっていきましょう。もう悟空パーティーやね。へえ、まあ一戦目で分かったのが、結構火力は出るやっぱり。そこをちょっとうまくついて戦っていきたいですね。ベルガモでいっか。はい、お願いします。
犬2匹。いや、バジルさ、もうちょい使えると思うんやけどな、ほんまは。まあ、色、色一緒やな。あ、違うわ、黄色出てるか。一緒ではないですね。結局やっぱね、ベルガモ引いといた方が良かったもんね。こんなにライバル宇宙パーティーがフォーカス当たると思わなかったんで、体力上げはやっぱ偉大よ。うん。で、今後もまた強くなるっていう感じやから、楽しみですね。さすがサイヤ人。あー、おいしい。はい、黄色出してこへんのか。あー、最悪、バカチン。はい、いやー、マジか。それは良くないんじゃない。楽にしてやるぜ。ミスったな、今必殺は繋がっとったもんね。タックルはなし。 OK、 これで 100% 毒にしといて、まあ救急加圧いきますか。ここでまあ瞬間移動使ってくれんのやったら、使ってくれたらいいと思うし。使わない。いや、これ不死身と瞬間移動あるから結構辛いぞ。入りそうやな。よし、これはありがたいぞ。楽しくなってきたぜ。オッケー、ドン。おいしい。いや、ライジング打ってもいいか、打とう。不死身がだるい。ああ、そっちか。まあまあまあ、いいわ。オッケー、これであえて救急ガーツもなくなったし、うん、いいんじゃないですか。ちょっと苦しいけどね、正直。まあまあ、9大点悪くはない。 OK、 はい、やべ。いやー、ナイス。であえて瞬間移動も使ってっから、そのまま殴っちゃうか。ベルガモが強い。ベルガモが強いんです。おらよ。うまビア、うまい。よし、ダーン。強出血よ、強出血。痛いか。このね、毒がね、じわじわいってんだよな、これ。じわじわ相手の体力を削っていくぞ。はい、対戦ありがとうございました。相手の力を利用する俺に限界はない。はい、マッチングしました。孫一族対戦やっていきましょう。緑がいない。なるほど、緑がいないのか。まあ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 、こういう感じでいっか。はい、バジル強くね。バジルじゃない、ラベンダー。毒付与できるし、火力も結構出せるし、全開アビリティ乗ってっからね。初めての全開アビリティ、だいぶ使ってて火力出るなとは思ってんだよな。ただメインからさ、必殺呼んでくる割には、
気力30回復なんですよね。50回復じゃないんですよね。その辺がまあ若干使いづらいかなとは思うんやけど、まあそれでも前回アビリティ乗ったらそこそこ強いんでね。かわいい戦士の登場ですね。オッケー、ベルガモさんよ、こんにちは。ベルガモじゃねえラベンダさんですよ。はい、勝てねえぞ。ダン。さあこれでし、毒付与してって感じかな。硬いねトッポ。オッケー。あーまた暴発。よくねーマジで。なんでやこれ。あれ大丈夫ですかなんか急にラグくなったぞ。シューン。オッケー。まあこのまま削って、どうしようかなこれ。はい、いやライジングラッシュ当てて、不死身が帰っていったタイミングで。まあでもトッポの交代禁止の一応救急加圧はあるんで。ほらほらどうした。これ特殊圧ついてないからさ全然毒にならんぞ。やべえ、どうしようかな。よし、オッケー。気づいたか。いやーこれもったいね。いやラベンダーはさ耐久ないんよ確実に。これはちょっとミスったな。さすがに落ちるやろ。はい、OK。 あーまあまあまあいっか、いいわ、不死身なんで。よしいやーこれバニシング奪うのどうなんだ。はいライジング。いやバカ野郎に当てたかったんですありがてえ。よし、ジャスティスクラッシュ解散。いい火力。よし、悪くない時間稼ぎは OK です。さあラスイッチ。おいおいすごいな、あざした。はい皆さんお疲れ様でした。今回はラベンダに、前回アビリティ乗っけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ良かったんじゃない。なんか俺が思ってるより全然火力も出とったし、何より毒がだいぶいやらしかったんじゃないかなって思うんで、まあ、ワンチャンありなのかなっていう。まあでもな、新キャラのヒットに比べると、まあ、やっぱ瞬発力もないしドロスクアップもないから、さすがにヒットかなとは思うんですけど、まあ、ヒット持ってないよっていう人は全然ラベンダでも、悪くないんじゃないかなって思いました。はい。
ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるので、概要欄のリンクからフォローぜひともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。